ウィーネ、フードをかぶりなさい。早い。やはり手だれ、売り切れない。ニャンと、ミャーたちのブンドル攻撃をかわすとは。けど、これで間違いないニャ。こいつらが黒幕ニャ。チョコの匂いがプンプン詰まった袋、そして見える部分だけでも紛れもない美女美少女。チョコの精霊で間違いないニャ。結局数打ち当たる戦法だけど結果オーライ。さあ、そのチョコを全て渡すにゃ。もはや犯人探しですらない。レイ、この地上の方々怖いです。これまでの冒険者やベルさんたちとも違う、これが未知との遭遇。未知というか、ただ食欲の権化のような気もしますが。何をごちゃごちゃ言ってるにゃ。ソラ、さっさとジャンプするにゃ。ぴょんぴょんしてキャリンキャリンするにゃ。ただの不良だった。なんにゃおみやは。おにゃ、なんだかみやたちと肌の色が違うような。それにチョコのせいでよくわからないけど、匂いもみやたちとは違う気が。二人とも逃げますよ。ひでえよ、あんまりだ。こんなことが許されていいのか。先ほどからなぜか泣き崩れている殿方が散見されるのですが。しかも勝ち泣きです。一体この階層で何が起こっているのですか。すこぶる嫌な予感がする。早くウィーネたちを。待ち上がるにゃ。あいつら意外に足早いにゃ。しかし無駄にゃ。名探偵の鼻はどこまでも追跡するにゃ。追われている。間に合わなかったか。って雇われたハンターってウーニャ様たちですか。何やっているんですか、あの人たち。早く助けて差し上げなければ。分かってます。相手が知っている方なのは不幸中の幸い。行きますよ。リバースペール。おとなしく観念するにゃ。このままミヤたちは地の果てまで追いかける所存。だから全部チョコよこすにゃ。お待ちください。にゃ、おみやらは。少年の
分1号2号邪魔する気にゃ。リルたちはベル様の子分ではありません。私たちはそうでございます。実は私たちがチョコを配っていたのです。キュルルン、その通りです。真犯人はミリたちです。キュルルン、何ですか、その道端のアリの行列を見るような無慈悲な眼差しは。少子ちっちっち、そんな嘘じゃ名探偵は騙せないにゃ。おみゃらからチョコの匂いがこれっぽっちもしないのにゃ。代わりにくせえ、こいつはくせえ、嘘の匂いがプンプンするにゃ。くっ、いつもはアホなのに妙なところで鋭い。ミリ様、このままではマジックウーター。空から衝撃波が透明状態から撃った。ウェルズ様、意外に下道。手段は選んでいられない。ごまかせないというのなら、霊たちが逃げ切るまで時間を稼ぐ。はんやー、チョコ探しの邪魔するやつには容赦しないのに。